エ尾服やタキシード等に使われるラペルの装飾である。英語ではショールラペルと呼ばれるが、これは上、襟とラペルの繋がったもの全般を指すので注意が必要である。基本的に絹を使うが、光沢がある他の素材を使うこともある。起源は不明だが普及時期は1840年代であると考えられる。アルバート校が当時清掃とされてなかった フロックコートを着こなしてパーティーに出席し、当時男性の清掃であった塩尾服が夜間のみの冷装となった。そのため、明かりが少ない当時、夜でも光沢により、個人が認識できるように襟に絹地を貼り付けたのが始まりとされるが、それ以前に女性のドレスの光沢に合わすために男性の襟にも絹を付けたという説もある。フロックコートの襟の内側に付けられた灰。 着基本的にタキシードと塩尾服にのみ使われるので昼間に着用するのはマナー違反とされる。ピークドラペルの場合、襟はジャケットの素材と同じものを使い、ラペル部分のみにハイギヌを用いることが多いが逆の場合もあり、両方につける場合もある。また、ラペル全体に施されているラペルほど正式なものとされる。襟の端、または内側につけるものは、 パイピングと呼ばれるフロックコートにも用いられ、昼間も着用可能である。しかし、欧米では完全に捨てれており、日本でも少数である。現在、ハイギヌは一般的ではなく、タキシードやエンビ服を着用するシーンも少ないため、普通のラペルに取り付けることのできるハイギヌも存在し、側章を取り外せるスラックスとともに、スーツとしても、 タキシードとしても使えるものが人気である。ありがとうございます。